はい。カバージョクロかっぱです。さてと、えー、じゃあね、えー、最後この動画では、まあ、ちょっとした感動系のお話ですかね。確か、あのパラリンピック、えー、今日最終日でしたっけ、ね、で、このマラソンの、多分ニュース見た方いらっしゃるんじゃないかな。男子マラソン、えー、との、まあ、ある選手がね、まあ、話題になっていて。 えーとフェロー諸島出身の方なんですよね、北欧デンマーク自治領でしたっけ、の、まあ、パラリンピック選手が、このマラソン、レース中にね、まあ、立ち止まってね、この観客、まあ、なんか沿道にいるこの観客にね、手を振って、立ち止まってね、お辞儀をしながら、そういうことをしていた選手がいらっしゃったんですよね。 で、まあ、その人がね、ねなんでこのわざわざね、レース中なのに足止めて、ね、この,あの声援に応えて、ね、お辞儀までしたのか、その本当の理由が、ああ、なるほどなと、まあ、ちょっと人々に感動を与えているっていう、そういうお話なんですよね、えー。東京オリンピック、あ、違う、パラリンピック最終日5日、東京都内であった男子マラソン、えー、上司障害 T46 っていう、そういうレギュレーションでのお話なのかな。 でえー、沿道にいる観客に手を振って立ち止まってお辞儀をしながら走った選手がいたんですよね、えー、フェロー諸島代表ホーバル・バトンハマー選手45歳の方、えー、北欧の島国から来た唯一の選手で感謝の思いを胸に完走したそうですで、えー、この通過点の浅草での出来事らしいんですけども、えー、この右腕がない、えー、バトンハマー選手は左手に持って た帽子を振りながら駆け抜け抜とで雷門前では立ち止まって一礼その場にいた人たちから思わずおおっとなんかどよめきが起こったそうですねでこのフェロー諸島、えー、まあ多分ご存知の方もいると思いますけどもこの北欧デンマーク自治領になっててこのオリンピックには単独出場はできなかったんですけども うーんとこのパラリンピックではこの単独での出場が認められているんだそうですねでこのバトンハマー選手は東京大会が今回、このパラリンピック初出場だったそうで幼い頃からフェロー諸島を代表してスポーツをすることが夢だったともともとはトライアスロンの選手なんですけどもこのトライアスロンや自転車でフェロー諸島を代表として出場できないことが分かって、えー、マラソンで出場することを決めたんだって。 でマラソンを始めたのが8ヶ月前だそうですねで、えー、タイムを遅れても別に気にしないとコメントしたそうなんですけども えー、5日のレースでは先頭から大きく離れてしまった。ただ、浅草以外でも沿道の人に手を振ったり、交差点でぐるりと小さな円を描いて声を上げたり、東京の街を楽しみながら自己ベストを更新する2時間58分27秒で完走した。これ3時間切ってんだから早いですよね、普通に。<laughs> 寄り道しながら走ってる割にはかなりのハイペースじゃないの、これ。 沿、えー、道の声援に応じることでタイムが遅れることはもちろん分かっていただが2分ぐらい遅くなったかもしれないけどそんなこと気にしちゃいないさと、えー、レース後に笑顔を見せたそうで東京がねここからですよこのコメントがもうなんかこう日本,、えー、日本のね日本国民のねこのハートをわしづかみにしちゃうとこなんですけども東京が、まあ、このコロナ禍で、ね、厳しい状況の中にもかかわらず えー、子どもたちや、えー、いろんな人が、ねえーまあ、声援を送ってくれた応援してくれた感謝の気持ちを伝えたかった素晴らしい経験だったと、えー、そうコメントしていたそうです。 オリンピックの時もそうですけどね、やっぱりこう伝わる人にはちゃんと伝わるんですよね。だってオリンピックの時もね、まあ、このチャンネルでももう毎日のように動画を上げさせていただきましたけども、ね、散々このオリンピックの開催から何からもうこのコロナ禍でね、 まあ特にどこの国の誰とはあえて言いませんけどもねもうことごとくオリンピックに関わることも関係ないこともとにかく攻撃しまくってくる人たちがいたじゃないですか、うん、まあ、大した攻撃にはなってなかったんですけど結果的にはねかと思いきやねえ例えばまあ一番有名とか代表的なのは選手村での食堂の件なんかがそうじゃないですかねえ,、うん、ねえあとあの段ボールのベッドとかさ、うん、あ,あのー まあ中には、ねうん、なんか9人ぐらいで乗ってぶっ壊しちゃって、ねえー、逆になんかこうものすごい耐久性だっていうなんかそのそ証明をしてくれたなんかよくわかんない人たちもいましたけども。も まあなんかこう文句たらたらなね、国が、まあ二つぐらいあったのかな。うん、二つぐらいあったよね。<laughs> ね、どことどことあえて言いませんけど、二つぐらいあったよね。でも他の多くの国地域のね、もういろんなアスリートの人が、例えば段ボールベッドの寝心地だったり、でも選手村全体的な様子をこう SNS ね、上げてくださったりとか。あとまあ食堂がね、食堂がやっぱ一番なんか扱う人が多かったんじゃないですかね。まあ美味しいと。ね。こんなにも種類がたくさんあって、 ちゃんとコロナ対策もしてくれてて、ねまあ、ほぼほぼ大絶賛でしたよね、うん。っていうのは別にオリンピックに限った話ではなくて、やっぱりこのパラリンピックでも、ね、同じように、やっぱりお互い人間ですからね、うん、ちゃんと伝わる人には伝わってたってことですよね。うん、それでもやっぱりレース中に、ね、わざわざ足止めて <laughs>、なかなかできないですよね、だって。 国、家代表アスリートなわけでしょ、ね、国地域を代表してレースに出てるわけですから、もしかしたら分かんないですね、この地元、ね、あの、そのね、のフェロー諸島に帰ったら、ね、いや、まあ、難はされないだろうな、うん、まあ、でも、例えばこれ、日本でね、えー、誰か同じようなことをやったら、まあ、その反日勢なんかね、けしからんみたいな声を上げる、なんかよく分かんない人が出てきそうですけども、うん。でも あるいはもしかしたらそのね国を代表してねそのアスリートとしてこの競技に臨んでいるっていうところだけ見たらね、うんまあ、1, 分1分1秒とかじゃないですよねあコンマ何秒とかを争うねこの競技だったら余計なんかね、うん、なんで足止めてお辞儀なんかしてっていうなんか声が上がりそうなもんですけども。も いやーなんかよっぽどやっぱり感動して嬉しかった、ね、だからこううなんかもうとにかくなんか感謝の気持ちを伝えたかったっていうのも、なんかわからんではないですよね、うん、こういうのは単純に嬉しいですよね。うん まあ多分興味ある人はねこの多分なんか YouTube にも動画あるかな、まあ、普通になんかこう検索、まあ、ググればなんかその街灯のこの様子が確認できる動画ってあると思うんでまあご覧になっていただいてもいいと思いますけど、フェロー諸島ですからね、随分遠くからいらっしゃったアスリートの方なんですよね、なんだろうこの画像だけでもなんかその様子がもう見て取れるんですけども。 結構最敬礼ですよね。あれだけしっかりお辞儀する日本国内でも日本人でああいう様子ってまあまあ僕があんまりね、外に出ないから余計ですけども、なかなか見ないですよね。うん、いやー、なんか素晴らしいなって単純に。うん。なんか日本国民だから嬉しいとかなんだか感動したとか、なんかそんな,なんか安っぽい感じじゃなくて。 まあ大変な方もね、多い中、ねえー、本当なんかありがたいですよね、こうやっておなんかパラリンピックに参加して、えー、それだけでもね、大変だったと思いますし、うん、その中でこれですからね、これちょっと,ょっと失礼なんですけども、ね、コロナ禍でね、ね我々が日本国民が日本国内でね、ブー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 たれてる場合じゃねえなって思いますよね、うん、下向いてね、つば吐いてね、ふてくされるのはいつでもどこでも誰でもできるんで、ね、そういう場合じゃないっていう気にさせてくれる、うん うん、これぞ本当に元気と勇気と礼儀もありがとうですよね、素晴らしいじゃないですか。た、まあ、多分ですけど、まあ、このアスリートの方、ね、まあ、他のアスリートの方たちも多分それぞれ、ね、この思い出と、まあ、東京での,この今回の,このパラリンピック競技、大会、開催へのやっぱり感謝の気持ちってやっぱりみ皆さんあるんでしょうね、オリンピックの時もそも終わってしばらく経ってから、ね、各国代表チームが。 ね、なんかチーム、それぞれの,この国、地域の代表チームとしてなんかコメント、ね、ありがとう的な、多分そういう感じの動画も、ね、上げさせてもらったと思いますけど、やっぱ、ああうう、ね、そういう人たちがいるからこそ、ね、やっぱりやって、なんだかんだ言ってやってよかったなですよね、うんまあ、オリンピックもそうでしたしこの、今回のパラリンピックもやっぱりそういう感じだと思いますけども。 まあ、沿道のこのね、応援の人たちもね、まあコロナ禍だし、ね、密にならないようにソー,シャルソーシャルディスタンス取りながら、まあそれでもやっぱりなんか応援したかったっていう人は応援しに来たんだと思いますけどもね。まあ、ただ自粛。 っていうんじゃなく、まあその点、なんだろう、陸上競技場のこのカラフルな満員座席、ね満員席えー、あのなんか座席のこの設計、まあなんかこう、素晴らしい、なんか、なんだ、見た、なんていうのかな、そういう景色で、まあ、無観客を考えたアイデアとして、これ、オリンピックの時も言われてましたけど、なんかいい演出になってましたよね。うん まあその設計の人、ね、あの金メダルじゃないですかね。うんまあ、なんだろうな、僕ももうね年齢的にはアラフィフ、そういう世代ですからね、年のせいですかね、こういうの見るとね、<laughs> すぐなんかホロホロっとっう泣けてきちゃうんですけどね。でもなんかそういう,こう気持ちってね、忘れないようにしたいなって思いますよね。 誰でもやっぱり心の奥底には、なんかそういうね、この大切な部分って、普段はなんかね、あの、表に出さないっていうだけで、なんかそういう気持ちをこの思い起こさせてくれる、なんか素晴らしいですよね。こちらこそありがとうですよね。本当素晴らしいと思います。まあなんかこの後ね、まあ今日閉会なんでしょで、その後まあ選手の皆さんは、まあ多分すぐ帰られるんじゃないかと思いますし、 でもよく考えたらこのマラソン、東京巡りができる競技といえばそうかもしれないですよね、しかもこの専用道路で、まあ、普通は眺めてる余裕はないんですけど、でもこの,この選手のような楽しみ方も、確かに、ね、ありだと思うし、しかもきっちり自己ベストで完走ですからね。うん まあいろんな競技でまた日本に来てね、このいい結果ね、ね観光なんか、日本そのものを楽しむ機会が増えていくとね、えー、いいと思いますね。お疲れ様でした。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。